昨日、道東の別海町で道路などを歩く熊の姿が撮影されました。でかいな。悠然と歩く熊の姿。別海町中春別で昨日午前9時ごろ、車で通りかかった人が車内から撮影しました。道路の上を歩き続ける熊は、他の車が近づくと一旦道路脇に去りますが、再び車の前に飛び出し、行く手を塞ぐような様子が映っていました。ここから10キロほど離れた町内の牧場では、先月、牛8頭が熊に襲われていて、警察や別海町が熊への注意を呼びかけています。